パチンコ業界をぶっ壊す。ぶっ壊すだよお前。どうやって食っていくんだよお前ら。ハロー、リシです。こんにちは、ジムです。はい、はい、よくできました。元気出して元気。朝からね、はい、朝からテンション出せないと。今日はね、うん、まあまずちょっとまあね、できてる店があるんでね、うち、うん、行きたいと思います、はい、行きましょう、念願。いやっとんですね、吉村さんとてる、パチキン5日やってたんで、僕5日かな、5日かやってたんで、うん、でも編集頑張ったからね、うん、はい、西尾さん編集結構ね頑張ってる期間があるのに、うん、日に日になんか編集量が溜まってるイメージがあるんですけど、大丈夫なんですか？大丈夫だよ。成長曲線的にもこういくから。成長曲線ってありますからね。こうじゃないですもんね。こうですもんね、我々が目指す成功曲線は。そうそうそう、確かに確かに。じゃあヒントか、うん、目先はもう気にしない。結構溜まってると思いますけど、まあ、そういう大丈夫、間に合う、絶対間に合う。はい、ありがとうございます、はい、じゃあ抱負どうぞ、仁さん。今日はひねり打ちをもっとうまくできるようにだと、無駄玉をとりあえず少なく、それを目標にやります。真面目か。真面目だ。真面目だ。いいですね。はい、はい、そのままでいきましょう。はい、行きましょう。はい、行きます。自分次第でどこにでも行ける、宇宙を突き抜けてどこまでも、僕どうもこんばんは。こんばんは。12月11日ですの振り返りです。はい、と言いつつも今時刻は12月12日の今3時10分です。はい、3時10分です。もうね、徹夜がデフォルトになりつつある僕。そうですよ、一応ね、忙しそうにしてるのにバードルフやりたいとか言っちゃダメですよ。うまっすよ。うん、言うてるんすか、カラコさん。僕か。僕か。まあ君だと思うよ、うん、まあね、サムネイル作ってる間、あの、僕ら寝れないからって言ってくれるんだよね。ああ、付き合ってくれるんだなって思ったら、じゃあちょっと西村さん片手間でいいんでワードウルフやりましょうって一番の鬼だな、それ。そう、始まる、ね、一番の鬼。そうそう、で俺もね、それをね、あの、真に受けなきゃいいんだけど、うん、俺も好きだからやっちゃうんだよね。めっちゃ楽しいんですよね。楽しいんだよね、見てね。もう修学旅行っていう感じになっちゃいますからね。すいません、はい、3人いると全然違うな。うん、2人じゃできないですからね。できない。やばい、邪魔の数も2倍になりますからね。これ編集のこれやばいっすよ。東京行って、まあ、周りに飛ばしたくさんいるっていう環境に行くので、うわぁ、うん、西村さん大丈夫かな。朝は人狼だとかなりそうですね。なりそうですね。ああね、編集が追いつきさえすればいいよ。そうですね、追いつきさえすれば、うん、人狼だったらまた人狼も動画撮れますから。ああ、でもそれはもうね、あのライブ配信でもちょっと勝手にやってもらって。チームはいはい、結果報告、結果報告しましょう。ね、今日我々、私、カラコ西村はですね、はい、シンフォギアずっと打ってましたね。打ちました。で、マイナス5000発、まあ、2000、ちょっとまあ全部使って終わりですね。あ、やっぱそうだったのね。嘘じゃないですけども、はい、今日も教えてくれなかったです。教えてましたけど、教えてたけどって昨日のだったから嘘っぽく聞こえてたわけでしょ。信じられなくなってるんで。まだ5000発な。うん、いやまあね、最初良かったんですけどね、16ラウンドで3連、うん、4連ぐらい、うん、立ててしたんですけどね。したら、まあ、仁さん見てみますか。いいですかね。はい、マイナス5万8000円ですね。はい。結構使ったっす。結構使っちゃったっすね、うん、はぁー、バカでしょ。今日シンフォギアで5回ぐらい連続単発、そうですね、まあ6回ぐらい、シンフォギアだけで合わせたら6回、6回単発で刑事シンフォギアで単発、ウルトラセブンアマデジで2回単発、全部単発地獄、うん、勝てるわけね、うん、
そうですね。でも期待値は詰めたんですか。結構良かったんですけどね、うん、あシンフォギア途中ちょっときついのもいって、うん、それはでもすぐやめたんで、うん、刑事が良かったんですけど、うん、殺されました。あ刑事何回転くらいですか。22はでしたね。あまあまあ、うん、あいいじゃないですか。それだとね、持ち玉で使えてればね、持ち玉で剣だからいいですね。持ち玉で使えてたらもっと打ってたんです。弾減りもあんまなかったんでしょ。そうっす、うん、めちゃくちゃ良かったですね。じゃあまあまあ、まあ、時短中も、うん、そんな削りがちゃんと僕が教えてる刑事の友達見て勉強したんですか。そりゃそうですよ、そりゃそうですよ先生。惜しいですね。はい、はい、これからももっと勉強していきます。はい、気持ち的にはどうですか今負けて。もう忘れました、はい、もう忘れてます。素晴らしい。はい、違います。理解違いますよ。何すか。僕の動画見てるでしょ。いや、絶対しないです。いやいや絶対しないです。僕、何とも思ってませんよって言って、オーラにしないと。いや、もう絶対しないです。それはそれしなきゃいけない流れだから。カラコさんのあれじゃないですか。僕は100億人中の一人なんで。そうですか、はい、みんな疲れてます。疲れてます。ほんまに疲れてます。はい、寝てますね。早く寝よ。じゃあこれからみんなでワールドフード始めてそれ撮ってみますか。見ましょうか。はい、第2戦、うん、やる話じゃ終われない。はい。もうダメ、もう終わり、終わり、もうこれで終わり。はい、キープアップ出ましたね。はい、もう NG です。はい、はい、今じゃあ明日バイバイ。